佐々木です。一つ問いたいんですけどね、ゲームもっと上手くなりたくね。はい、これね、断言します。ゲーム上手くなりたいなら絶対に運動した方がいいです。いや、誇張とかじゃなくマジにね。近年ね、様々な研究によって運動が健康だけでなく学習にも素晴らしい影響を与えるっていうことが分かってるよね。どういうことか例を挙げるとね、アメリカのイリノイ州ネイパービルの学校で生徒に授業が始まる前に体育の授業を取り入れたんですよ。1時間目の前の0時間目って言ったら分かりやすいですかね。結果、生徒たちの学力が向上して TIMSS っていう国際レベルで学力を比較するテストがあるんやけど、ネイパービルの生徒たちはそのテストで世界一になったんですよ。ちなみにアメリカ全体の生徒の平均は18位とかです。費用も何もかけずに0時間目に体育の授業を行ったってだけで目に見えて能力が上がったって話で、ネーパービルの奇跡って呼ばれてます。でね、タイタスビルっていう貧困な町で、ネーパービルの奇跡すげえやんっていうことになってね、俺らも教育でもっと運動しようぜって学校の時間割を再編したんですよ。それは0時間目の運動じゃなくて数学とか理科の授業を削って体育の授業を毎日取り入れたものでね、結果週の平均以下だった学力は週の平均の 17% 上まで上がったよ。勉強の時間削って体育増やしたよ。ちなみにこの毎日の体育を取り入れた550名の中学生たちはそれ以来一度も殴り合いの喧嘩を起こさなくなった。教育にめっちゃいいやん。クゲーマーもツイッターで顔真っ赤にしたり罵り合ったりしとるの見るけど、運動せえへんか。そういやね、我らが梅ちゃんのゲーム以外の趣味が散歩やろ。散歩しながらゲームの攻略とか考えてるとかなんとか。今はあんまやってないかもやけど、プロゲーマーになってから筋トレもめっちゃやってましたよね。あの時は僕、梅ちゃんモテようとしてんなーとしか思ってませんでしたね。いや、実際そうかもしれん。時戸さんもそう、筋トレは今もめっちゃやってるっぽいし、空手もやってますよね。プロゲーマーの中でも特に活躍するその二人が運動を習慣にしてるってのはまあ偶然じゃないんやろうね。つまり二人ともめっちゃモテよう。そういうわけで僕も運動は習慣にしてて、ドヤ顔で生きりていこと山のことしないんやけど、ちゃんと習慣にできるまでは結構挫折してきたことをここに告白します。原因は割と分かってて、いきなりハードな運動をしてたんですよ。情けない話なんやけど、ほんと根っこが怠惰な人間やけんしんどくて続かんのよね。格ゲー界の意識高尾と謳われた僕でも先延ばしにしたりサボっちゃう。だからね、後で言うけど、本当に簡単な運動から始めた方がいい。とにかく継続が一番大事。というわけで今回はね、運動を挫折せず継続するために運動のメリットの中でもゲーマーが嬉しいものは何なのか、そして実際ゲーマーはどんな運動をすべきなのか、この2点をゲーマー視点で語っていきます。早速どうぞ。まず運動のメリットで特にゲーマーが嬉しいのは4つです。頭が良くなる、性格が良くなる、健康になる、外見が良くなる。順番に説明すると、まず頭が良くなるっていうのは主に記憶力、集中力、問題解決力が上がるってこと。つまりゲーマーにとっては対戦相手の行動選択の傾向だとか技の性質、過去の対戦内容なんかはしっかり覚えられるようになるし、対戦中やトレモなんかも無駄なこと考えずに没頭できるし、対戦の攻略もいろんな視点から解決の糸口が見えるようになるわけです。まとめて頭が良くなるって表現したけど、運動で一番嬉しいのはやっぱこれよね。じゃあなんで運動で頭が良くなるかってことやけど、くっそ簡単に説明するとね、僕らの頭の中でニューロンの成長を促す BDNF っていう物質が運動すると出るから。ニューロンっていうのは脳細胞で、こいつを成長させて僕たちは物事を記憶できたりするよね。新しいコンボを手になじませた時もこのニューロンがニョキニョキしてるわけよ。で BDNF はこのニューロンを育てるガソリン、このガソリンが切れるとニューロンは衰退していくよね。だからもう一言で言うと、運動をすると脳内で頭が良くなる物質が出るってこと。ちなみに運動で成長したニューロンは長期記憶が得意。これ嬉しいポイントよね。だから運動すると頭が良くなります。次のゲーマーが嬉しいメリットは性格が良くなること。運動すると不安とかストレスが減るってのは割と有名な話ですよね。例えば松岡修造さんなんか絶対に不安とかないですやん。底なしに明るくてポジティブで地球の気温を上げるしね。僕らってほら日常的にストレスにさらされてるじゃないですか。内部されたり心内ぶっぱされたり、ランクまで負けてポイント下がったり、そんな受けたダメージが減るのは大きいよね。てか運動をすることでそもそもストレスや不安への耐性がつくようにもなります。前よりイラつかなくなったりね。例えば、はぁ、屈伸しやがったこのガエル、絶対ぶっ殺しろってなってたんが、屈伸？サマーのためが解除されてるが、そんな状態で俺にサマンサタバサってなるんよね。やっぱね、ゲームも対人である以上、性格がいい人と対戦したくない？負けて隣でイラつかれたらよ、こっち勝っとるのにゲームめっちゃおもんなくなるやん。負けても明るいド M とゲームしたやろ。ね、運動で心も鍛えて良いゲーマーライフを送りましょう。次の嬉しいメリットが健康になること。これ当たり前やんって思われそうなんやけど、すげー大事なんでマーキーで。健康になるっていうのは抗議で捉えてほしいんですよ。癌にかかりにくくなったり、認知症になる確率が半分以下になったり、老化を遅ら
せたりできる。要はね、病気にかかりにくくなってボケなくなって若々しくいられるってこと。僕だけかもしれないんですけど、ゲームやめたくないんですよ。引退とか意味わからないの。プレイヤーの寿命は死んだ時でよくない。そして死ぬなら戦いの荒野で死にたくない。それにはやっぱ運動が必要なんですよ。あとね、既婚者ゲーマーに伝えたい。僕とあなたたちは対立する立場なんで正直気は進まないんですけど、嫁や彼女との運動は死ぬほどおすすめ。てかね、女性に特に運動を進めたい。なぜかというと、共通の活動で仲良くなれるっていうのはもちろんあるんやけど、運動は生理時の情緒を安定させて生理痛を軽減する働きがあることが分かってます。で、さらに妊娠時ね、ストレスって妊婦への影響がでかくて、流産、低体重出生、死産なんかの結果をもたらしちゃうんですよ。しかもストレスを慢性的に持った女性から生まれた赤ちゃんは神経質、反応が鈍い、認知機能障害になりやすいことが分かってます。だからこれらを防ぐためにも妊婦も運動しようぜって話なんやけど、実は運動をする女性から生まれた子供を研究したデータがあってね、この子たちの5歳時点での IQ と言語能力を測定したところ、運動を習慣としてない女性の子供と比較して明らかに優れてたよね。なぜこうなるかというと、運動で子宮の体重が揺さぶられて撫でられたり抱かれたりするような刺激が胎児に与えられた結果、明らかに脳の発達が促されたということなんやと。マジでね、リア充はまあ爆発すべきだけど、ちゃんと運動しとけばいいんじゃないですか。別にどうでもいいんだからね。四つ目の嬉しいメリットが外見が良くなること。これはもう単純です。筋肉量が増えて体脂肪が減って血流も良くなって肌が綺麗になるって話ですよ。ゲームと直接は関係ないんやけど、割と重要やと思ってて。今ね、ゲーマーって結構露出してますよね。一昔前と比べても明らかに人前に出る機会増えましたよね。大会とか出ても配信に映ったり、SNS にアップされたりとかね。でも、人の目に触れながら対戦するの嫌やなって人結構おると思うよね。まあ僕は頭をやってるので、全然平気ウェルカムおいでって感じなんですけど、人前でプレイするにあたってやっぱりね、外見が良くなるのは本当に大事。自分自身ゲームに集中できるようになるし、素敵な人やなって思われた方が絶対に得よね。特にゲーム関係でも仕事したいなって少しでも考えている人は、外見を磨いておくことはマストかなと思います。はい、嬉しいメリットだったんやけど、じゃあどういう運動をすればいいのかって話やね。これはね、一言で言っちゃうと、有酸素運動をメインで1日30分程度を週4回以上する。これを意識してください。わかるよ。今まで運動してこなかったゲーマーは、はぁ、週4とか無理やろ。冗談も春国殺だけにしろ。って思っとるやろうけど、もうね、その通りない。だから、初めに言った通り、継続が何よりも大事やから、自分のペースで大丈夫。運動も、早歩きとかだけでいい。週に1回、2時間運動するとかより、毎日10分でもいいから運動する方がよっぽどいいよね。つうか、ガチのランニングは体への負担が大きいし、ストレスホルモンが出すぎるんで、2日連続とかで専用にね。で、早歩きとか慣れてきたら、ゆっくり走ってみるとか、最後の100メートルはダッシュしてみるとかね。そういう変化をつけると、より良い効果が得られるんやって。あと、有酸素運動メインって言ったけど、筋トレでも全然大丈夫。筋トレは筋トレで、成長ホルモンがドバドバ出るんで、若々しくいられるし、BDNF もちゃんと分泌されるけんね。で、さらに BDNF まみれにしたい人は、複雑な運動を取り入れてください。複雑な運動ってのは、例えば、ダンスとか、武術とか、ボルタリングとか、要は頭を使う運動のことやね。そういう単純じゃない動作の運動だと、さらにいい感じに BDNF が出ます。時代さんが空手してるのも、とてもりにかなってるわけよね。やるやん、トッキー。あと、誰かと一緒にやると、継続しやすいんでおすすめなんですが、まあ無理ですよね。僕らはゲーマーですから。一緒に運動する友達とかいません。僕も当然一人でやってます。俺たち仲間だよな。彼女持ちは爆発しろ。そういうわけでまとめて、どんな運動をするか結論ね。週に2回から4回有酸素運動、2回筋トレ。こんな感じがいいかと思う。いやでも多分みんなこれ続かんと思うよ。仕事から帰ったらゲームしかすんやろ。もう運動しようなんて元気残ってないやろ。なぜわかるかって、俺たち仲間で。だから僕からゲーマーへのおすすめアクションが5つあります。まず1つ目が昼休みに散歩。本当は朝早起きしてから散歩がいいんやけど、まあ無理やん。少なくとも僕は無理やった。もう朝の散歩はね、論文書けるレベルで無理。だけど昼休みにウォーキングするよ。これね、全然いけます。大股の早歩きで油断したら口呼吸になるくらいの速度で、姿勢よく、ぜひ自分に酔いながらね。これ昼から仕事の集中力も上がるんで、むちゃくちゃおすすめしたい。ちなみに僕の昼休みはね、3、40分で食事と歯磨きと昼寝をして、残りの時間散歩か山登りしてます。ポイントは昼は腹5分目ぐらいにすることやね。満腹で直後に運動するのも良くないけんね。これ始めてからバチクソ調子。二つ目のおすすめが通勤の利用。これは職場までの距離によるけど、2、3キロ程度までなら歩いて通勤がおすすめ。革靴勢は通勤時はランニングシューズ必須ね。職場に革靴置いとけば何の問題もないから。スーツでも黒のシューズならそんな違和感ないから全然平気。ソースはもちろん僕です。帰宅時なんかに調子よかったら、最後の1分は走ってみるとかするとぐっと良くなるんでやってみてください。ちなみに全力疾走を他人に目撃されると、飛びをしゃがんで食らうぐらいは恥ずかしさあるんで注意です。3つ目のおすすめが平日と休日で分けること。これ人によると思うんですけど、平日に筋トレとかってあんまできないんですよ。僕も仕事終わってから筋トレしてた時期あったんですけど、まあ結構サボった記憶ありますね。仕事終わってから筋トレってまあまあ習慣化するのしんどいんで、だからもう平日はウォーキングする、
休日に筋トレとかランニングするって分けとくと継続しやすい。僕今平日毎日昼にウォーキングと山登り、火曜と木曜は15時に HIIT、 の日は筋トレ、これをずっと継続してますね。あ、15時の HIIT は会社には許可もらってるけんね。気候の目にさらされるのが得意な人はぜひ許可取って仕事中に運動おすすめ。4つ目のおすすめが何かのコミュニティで運動。これは正直迷ったよね。なぜなら僕が未経験だから。てかゲーマー向きじゃないよね。でもね、複雑な運動を誰かとできるのってやっぱ大きいよね。楽しめるしね。エアロビクスとかヨガ、キックボクシング、空手、こういうのに興味ある方とか、何かの間違いで一般人と同等の社交性を身につけてるゲーマーならぜひやってみていいんじゃないかと思います。5つ目のおすすめがゲーム。あったんですよ、最終兵器。てかもうゲーマーこれだけでいいかもしれない。楽しくて継続が容易で複雑な運動、リングフィット。あれね、僕持ってないんですけど、ちょっと見てみたんですよ。結構最強じゃね？あの、有酸素運動系のやつあるやん。強弱つけたり、頭使ったりするし、楽しんでやれる。めちゃいいっぽいよね。あれ二人用とかできるんやったら、一緒にやる人っていうのもクリアできて、リア充爆発しろ。そういうわけで、やりたいゲームの前に、リングフィットを2、30分するのも習慣化することを激しくお勧めします。ぜひルーティンにしてみてください。あとごめん、言い忘れとったんやけど、運動は寝る前には絶対せんようにね。寝る2時間前までには終わらせること。お兄さんとの約束だ。はい、ここまで一旦まとめると、運動はゲーマーにメリットが大きいつか大きすぎるんで絶対にやった方がいいです。どんな運動をするかというと、有酸素運動メインで複雑な運動を誰かと一緒に1日30分程度、週4以上やれば効率がいいです。そして具体的なアクションとして、昼休みに散歩、通勤を利用する、休日と平日で分ける、コミュニティで運動、ゲームの前にリングヒットを習慣化、これらが効果が高く継続しやすいということでした。最後に毎回恒例の僕的エンモポイントなんですが、ちょっと運動の話とはずれるんやけど、脳の話でね、1990年代中頃にバーナテッドさんっていう心筋梗塞で85歳で亡くなった修道女の方がおったんよね。いわゆるシスターってやつやね。で、シスターってね、神の教えの言葉を常に学んで、精神のあり方を探求しながら、社会問題についても話し合って、常に頭を鍛え続けてるわけですよ。そして、多くのシスターが長生きします。そんで、このバーナテッドさんは、亡くなる年齢、つまり85歳まで、認知力テストで上位 10% に入る高成績者やったんですよ。85歳やけ、もうかなりボケてても全然不思議じゃない年齢ですよね。だからまあ、かなりすごい人やったんで、そんな彼女はですね、もし自分が亡くなったら、自分の脳を疫学者の研究に提供することに同意してたんよね。まあ、シスターらしいというか、最後まで人のためにある素晴らしい人格者だったんですが、興味深かったのは彼女の脳でね。実は亡くなる直前までボケることなく頭脳明晰だった彼女ですが、亡くなった後彼女の脳を調べてみると、アルツハイマー病で海馬から大脳皮質までありっとあらゆる神経繊維が著しくボロボロになってました。つまりね、人格を喪失するくらいの認知症になってるような状態だった。にもかかわらず彼女は最後までむしろ優秀な知力を持っていました。彼女のアルツハイマー病は遺伝で避けられないものやったんやけど、症状は全く出てなかったよね。なぜこんなことが起きたかというと、おそらく脳は損傷した部分の仕事を他の部分に肩代わりさせられるということらしいんですよ。彼女は亡くなるまで人々を導いて脳を訓練していたから遺伝に影響はなかったよね。もう一つ興味深い研究があって、あるアフリカ系アメリカ人の60歳から86歳の女性たちに訓練を受けてもらって、小学生に読み書きを教えたり、本の読み聞かせをするボランティアに協力してもらいました。結果ね、子供たちの成績が伸びたのはもちろんなんやけど、女性たちの健康状態も目に見えて良くなったんですよね。杖で歩いてた人の半分が杖が必要なくなって、以前よりも気持ちがしっかりしたって答えたんやって。すごくね。結論、ボランティア活動って脳にめちゃめちゃいいんですよ。社会とのつながりが脳を刺激するよね。で、シスターは長生きするって言いましたけどね、実際統計では人の社交性と死亡率ははっきり反比例の関係にあります。つまり他人とのつながりはよりよく生きる助けとなる。嫌われる勇気の他者貢献やね。僕らゲーマーもね、なかなかボランティア活動なんてする機会ないとは思うんやけどね、自分が持ってるゲームの知識とか技術、こんなのでも教えて喜んでくれる人はおるけんね。他人とのつながりを大事にしてゲームを通じて貢献できたら、むしろ自分の方に大きなメリットがあるよね。そしてそんな健全な精神を宿すなら、やっぱ運動やと思うよ。自分がネガティブな状態でそんな活動的になれるわけないやん。自分がまずハッピーでおるためにも、好きなゲームをずっと楽しむためにも、ぜひ運動をどうぞっていうお話でした。もう。はい、脳を鍛えるには運動しかないでした。正直350ページぐらいあってきついんですけど、運動モチベめちゃ上がるんで、持っておいて損のない一冊かと思います。次回の動画はゲーセンルールについて深掘っていこうかと思います。ぜひ楽しみにどうぞ。今回は以上です。再生ありがとうございました。ほいじゃあまたね。